放送終了。ラブリーホラーブリー、パクシフ&ソンジヒヨ、愛は運命を乗り超えるか。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール KBS2TV、ラブリーホラーブリー、放送画面キャプチャー運命に逆らった互いへの努力。パクシフとソンジヒヨが運命を乗り越える愛で、ラブリーホラーブリー、のピリオドを打った。2日に放送された KBS2TV 月日ドラマ、ラブリーホラーブリー、脚本、パクミンジュ、演出、カンミンギヨン、チビョンホン、では、結局結ばれたフィリップ、パクシフ、とウルスン、ソンジヒヨ、のストーリーが書かれた。運命共同体、である二人。どっちかが幸せになれば片方は不幸になるしかない運命だ。それでも愛を約束したが、二人が幸せになるとまた誰かが傷つく現実にウルスンは我慢できなかった。結局フィリップに別れを告げ、そうやって二人の関係は終わるかのように見えた。時間が過ぎ、二人は再会した。フィリップはウルスンと会ってから依然としてうまくいかない状況だった。ウルスンはフィリップの助力で脚本家として勢いに乗っていた。そんなウルスンにフィリップは愚痴をこぼし、ウルスンは代わりに死ぬこともできると言っていたのに、違ってたのかな、と反応した。その後、ウルスンとソンジュン、ハイライトイギグアン、の仲睦ま。姿を見たフィリップは、ウルスンとの関係が本当に終わったと思った。その時、フィリップはスミン、ムンスビン、と再会した。スミンは、ウルスンに振られた、と話すフィリップに、姉さんはあなたの命を8回も助けた。なのに、あなたは2回で諦めるのか、と確信をついた。スミンが話すウルスンのエピソードにフィリップは申し訳ない気持ちになった。ウルスンに会うために急いで彼女の元を訪れたフィリップ。しかし、ウルスンの家の前にソンジュンの車が駐車されているのを見て帰った。フィリップは母の墓に行って、ウルスンとは終わった、と話した。数日後、二人の運命に影響を及ぼしたと知られた老人を見つけるために出かけたフィリップとウルスン。二人は互いの運命がなぜめちゃくちゃになってしまったのか探ろうとした。依然として運命を信じているウルスンと、そんなウルスンを心配しているフィリップ。フィリップはウルスンに、運命という言葉で君をつかみたくはない。君の選択を尊重する、と言った。それから2ヶ月後、ユナ、ティアラ・ウンジョンの過去の放火事件に対して判決が言い渡された。懲役1年という判決に多くの人々は、甘い判決、と不満を漏らした。刑務所でもユナは相変わらず傲慢だった。しかし、過去火災事件で娘を失った囚人に痛い目に遭った。フィリップはリンゴの木を移して植えたという樹木園に行き、ウルスンが残したメッセージを目にした。私たちの始まりはギクシャクしていたけど、またうまくいけるのではないだろうか。これはフィリップが過去ウルスンに話した言葉だった。遠回りだったが、結局二人は向かい合うようになった。三度捨てると、許さない。もう一度捨てると、僕は死ぬかもしれない、というフィリップにウルスンは、許すようになる。死んでも戻ってくる、と反応した。
二人は必ず一緒にいようと手を握り合った。幸せを満喫するキスを交わした二人。しかし、天は二人の愛に嫉妬をしているかのように雷を鳴らした。幽霊が見える孫淳に幼い幽霊は、あなたが幸せになってほしい、と心を伝えた。